しかしなんだこの釈然としない感情は初めての気持ちだなんだ一体何なんだよまさか本当にやきもちんなわけないだろふざけんなしっかりしろ心までアイドルになっちゃダメだいやでも今はアイドルだし違う魂はいつだって極道の男だでもどうせアイドルになっちゃったから人気も欲しいうるせえ逆にいいことじゃねえか人気なくなって早くメンバーから外されたら最高じゃないかでも外見はいつまでもアイドルだし違うんだ大事なのは魂だどんな顔でも立派なヤクザにはなれるんだでもくー寝た寝た私もプレゼントいっぱい欲しいもん。もっともっと可愛くなりたいし。だってアイドルだもん。夢か。違う。違うんだ。女の子同士のコミュニケーションってやつもなかなかいいもんですね。そう、木下から最初に言われた時は意味がわからなかったけど、さすがあいつわかってるな。できるやつだわ。女子コミってさ、俺たちがアイドルやってく上で本当に必要なことかもしれない。どんどん取り入れていこうぜ。どうやってですか。なもん、やってみようじゃないか。チームさんをもみ合ってみようじゃねえかよ、この野郎。なるほど。どう？コミュニケーションになってる？どうですかね。よくわかりませんね。アイリちゃん？おい、アイリ。こんなところで何やってんだよ。なんじゃこれ！これはプライドを取り戻すチャンス！何かあったのか？僕でよければ相談に。誤解せこら！引き続きボンジョルの娘とゴクドルズの皆さんです。改めてよろしくお願いします。なんかね、悩みとかある？恋愛の悩みとかさ。それは NG かな。マリちゃんなんかどう？悩みですか？いや、言ったれ兄貴、お願いします。おっさんか、何がある？あった。あのね、最近陰毛に白髪が一本生えたんすよ。ショックでしたわ。これ違う。すみません、一旦 CM です。きつい罰が待っていたが、なぜかコアなファンが増えたマリちゃんでした。では辛いだろうけど頼む、初テレビだぞ。よし、こんなもん死んだ気になって食べてやろうじゃねえか。ここ、どこだ。りょうくん。みゆき。りょうくん、ケーキ食べられるようになったね。私も嬉しいよ。これですっきりした気がする。元気でね、さよなら。みゆき、あの時は悪かった。この甘いケーキは私たちの愛の印。愛は終わったが、この甘さはいつまでも続く。ああ、なんて美しく苦しい甘さなんだ。おい、リオ、やばくねえか。目死んでるぞ。戻らぬ愛の甘さよ、ミユキ。すげー、ケト。ミユキって誰？おい、オッケーです。マリちゃん、素晴らしい。あれ、マリちゃん、マリちゃん。放送後、みゆきケーキで行列のできる店に。